私たちの生活を最も快適にしてくれているもの。しかしその一方で最も環境負荷をかけているものといえば、そう、自動車です。自動車は世界で二酸化炭素などの温室効果ガスの実に 30% を排出しています。地球温暖化を食い止めるためには、私たちの乗り方もそうですけれども、自動車自体の性能も変わらざるを得ないのは明らかです。2年に1度の開催となる東京モーターショー、今年40回目のモーターショーの注目はズバリ環境に配慮されたエコカーです。近年ではセレブが乗り換えることなどで注目されているハイブリッドカーの他にも、最新の燃料電池車や電気自動車が注目されていて、このモーターショーでも展示がされています。ある試算によりますと、全ての人がエコカーに乗り換えた場合、温室効果ガスは一気に半分に減るということです。あなたはどんなエコカーに将来乗りたいでしょうか。東京モーターショーをグリーン TV が取材しました。我々が今回ですね、出している中で、まあ、4台、全体の4台の中でいうと3台が実は中長期の目線を持って、コンセプトとしてご提案しているもの、それともう1台が、まあ、目先のものといった、そんな2つのカテゴリーに分かれると思っています。でアイデアルについて言うと、人と人というものが移動する車を使いながらどうやって出会いを広げていけるのか、こうまさにミニマムなエネルギーを使って移動していくということを通して、車としては環境にも貢献をしながら、そういった楽しさを新しく追加していきたいっていう、そんな狙いを持って開発したものになります。もう1台の X 分の1なんですけれども、こちらはプリウスと同じシステム、それから同じような室内環境をキープしたままで、車両質量は3分の1、結果として燃費を2倍にするといったものを目指して作ったものです。トヨタとしてはやはり車の今後の楽しさをより継続していけるようにということを目指して車作りに取り組んでいきたい。そのためには環境にももちろん、人にも社会にも優しい存在になっていく、そんな車作りを目指したいです。このiMiEVはですね、走行中の CO2 排出がゼロという非常に環境に優れた車になってます。今電力会社さんと順調に研究開発が進んでおりまして、実際に電力会社さんに走行試験をしていただいております。家庭用の 100V の電源で約14時間充電すると満タンになります。その状態で約160キロ走行することができます。我々の目標としましては2010年これを目標にしております。で価格も、200万円から250万円、この値段を目標にして今研究開発を進めております。まずこちらの CRZ の方ですけれども、ホンダのハイブリッドは、まあ基本はそのエンジン、ガソリンエンジンをベースにしながら、そのモーターがそれをこうアシストする、かつてのターボのみたいに非常に加速力を伴って効くというところで、環境に配慮しながら非常に走りもスポーティーという、これがホンダらしいところだと思っています。プヨの方は、これは燃料電池、これをベースにして非常にデザインに自由度があるというところがまあ特徴で、まあ今回それにさらに外板にそのシリコンジェルを使った非常に柔らかい素材を使いまして、こう触ってもこう柔らかくて非常に可愛らしいですし、かつちょっとした衝突でも柔らかいので非常に安全性も高いという、まあそういうところを狙っております。こちらにありますのがインキマというコンセプトカーです。環境への配慮という点ではこちらのエンジンは V 型6筒の 3000cc のクリーンディーゼルエンジンを搭載しています。実際にお客様を乗られるともうガソリンと区別がつかないぐらいに非常にスムーズで静かで、むしろパワフルなものになっています。それでいて燃費がいいですから、結果として CO2 の排出量が減るという点で今クリーンディーゼルエンジンというのは環境に関しても非常に注目されているエンジンです。ピボ2について言うと完全に電気自動車です。
で電気自動車ですからもちろん一切 の排出ガスというものが出ませんので、そういった意味で非常にクリーンなものです。電気自動車についてもそうですね、もう、数年以内に市販化というのは考えています。ただピボー2そのものについて言うと技術だけでなくいろんなハードルがありますので、この車というとまだそうですね10年ぐらいかかってしまうかもしれませんが、電気自動車自体は近いうちに皆様のお手元に届けるようにしたいと思っています。こちら BMW は水素自動車を展示しています。これは世界初の量産型の水素自動車、スイッチ一つでガソリンと水素モードと切り替えることができるということです。ただ課題が一つ、インフラの整備ですね。ガソリンスタンドと同じように水素スタンドが、街中に広がればこの自動車も普及ができるというわけです。メルセデスベンツではやはり今までの従来の皆様が思ってらっしゃる車の価値を崩さずに環境にいかに配慮していくかということが研究の課題になっていまして、この一例がこの C300 ハイブリッドなんとかブルーテックハイブリッドです。このエンジンは C300 という名前がついていますが 2.2 リットルの内燃ディーゼルエンジンを使っています。この内燃機関のディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせまして非常に最適な走行性能を実現しながら排ガス規制に合致をさせようというところが非常に特徴的な技術の革新性であります。そうですね、ハイブリッド技術というのは枯渇していくであろうオイルをできるだけ長く使っていこうという技術です。最終的にはオイルがなくなっても車としての生産が続けられる燃料電池が最終目的だと思っています。今日はいろんなエコカーを見てきました。燃費の向上ですとか排ガスのクリーン化ですとかボディの軽量化など本当にさまざまな技術が今出てきているということがよく分かりました。現在世界での自動車保有台数は8億台以上と言われてまして、これは今後さらに増えていく勢いです。一人でも多くの人が早くエコカーに乗れるよう、これからも日本が世界に誇る環境技術期待したいところです。